やってまいりました。初のニジサバ観光配信でございます。よし行こうか。たくさんの特級呪物が眠っているとされる図書館、何かおすすめある？みんなのおすすめ教えてほしいな。アンジュ先輩のやつがおすすめ。オッケーオッケーオッケー。アンジュ先輩が何書いてんの、この中に。逃げるなら今。まあヒーローやからな。なんかあのみんなが呪物とか言うんやったらやっぱ払わないかんやん。闇を払ってって言うてるからね。夜のとばりが降りたら合図だちゅうことで。よいしょ行こうか。夏ジュ、アンジュ。目を開けると夏の暑い日差しが私の顔に降り注ぐ。いつの間にか私は眠っていたのか。アンジュ、おはよう。よく眠れた？見上げるとリゼがいた。長い髪が私の方をくすぐる。アンジュ、話してるうちに寝ちゃったんだよ。こんなところで寝てたら熱中症になっちゃうよ。頭の後ろにぬくもりを感じる。もしかしてこれは膝枕？思わず声に出していた。リゼはふふっと笑うと私の方にかかる長い髪を耳にかけた。嫌だった？嫌じゃない。顔をそらしながらそうつぶやくとリゼがまたふわりと笑う。頬が熱くなるのを感じる。この暑さはきっと夏のせいだけじゃない。いいな、この3点ピリオドがめちゃくちゃ味を出してるね、これね。うん、これがもう全てをこう表してるよね。うん、これめっちゃ好き。この表現が好きすぎてやばいな。うん、なるほどね。いきますか、次。ちょっと待って。OK。 朝、おはようさん。重たいまぶたを持ち上げると目の前には乾が微笑んでいた。少し照れくさい。おはよう。その思いを隠すように視線をそらして返事をする。いつも通り乾とたわいもない会話をしながら私はゆっくりと起き上がり出かける準備をする。リビングへ行くともう朝ごはんの準備はできており、それを口へ運ぶ。おいしい？乾がにっこりと笑いながら尋ねる。うん、おいしい。よかった、おおきに。優しい時間が流れる。乾がいて私がいる。この日常が愛おしい。さて食べたしそろそろ出かけるか。そう思い食卓を立ったところで乾に呼び止められる。んじゅ。振り返ると乾がクスクスと笑っている。お弁当ついてんで。私の方についている米粒を親指で、なんだこれ、親指で俺の感知力がない。親指でちょっと俺の感知力がない。すくって親指ですくって自らの口へ運ぶ。ん、よし、いってらっしゃい。少し頬が熱くなるのを感じながら私も笑う。ありがとう、行ってきます。気ぃつけてな。乾どんどん好きになる。私はそう感じながら仕事へと向かった。ピンってことで、すごいね。ここにこのフレーズを持ってくるのなんかすごい、なんかいいな。なんかなんていうのかな、この表現に感じる良さの近い類似するものをあげるとしたら、アニメの最終回のタイトルがそのアニメの、ま、名前そのままになってた時に近い、なんかあの感動があるね。次いきます。唇、それは突然のことだった。それは予想外の出来事だった。
一瞬唇に触れた熱い感触。これは夢？どうしてこんなことに？それは遡ること数時間前。アンジュ、今日家行っていいか？配信中の出来事だった。突然の申し出。いつもの冗談だと思った。本気になんてしていなかった。なのに、本当に来るなんて。インターホンが鳴り、ドアを開けると、そこにはベルさんがいた。ベルさんなんだ。ベルさんがいた。途端、塞がれる唇。一瞬、何が起きたかわからなかった。憧れていたようなものではなく、ない。乱暴なキス。嫌なわけではなかった。ただ、びっくりして押しのけてしまう。壁にぶつかるベルさん。あ、ごめんなさい。私。ごめん。いえ、私こそちょっとびっくりしちゃって。いや、だったか。視線を落としたままベルさんは言う。こんなにも心細そうなベルさんは初めて見る。不安げな瞳。違うのベルさん。私嫌だったわけじゃ。嫌じゃないです。ベルさんが顔を上げ、ちょっと長くない？ベルさんが顔を上げる。そして、二度目の。抑えられる腕。今度は、どれだけ力を入れても、退けることはできない。アンジュ。ベルさん。夜は、まだ、終わらない。いや、いいじゃないですか。別に笑ってないですよ。何を言ってるんですか、皆さん。別に笑ってないですよ。もういいんじゃないか。よく頑張ったヒーロー、お疲れ様。もうやめとこ。本当にいいよ。じゃあ終わるか。じゃあ終わるか。やっぱね、あの本と作者さんにこう敬意を払って退場しないといけない。あー、いや、素晴らしい場所でした。みんな、教えてくれてありがとう。